ハレルヤ、祈りを持ってこの合同礼拝を始めてまいります。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。主よ、あなたが今日も私と共にいてくださって、今も生きておられる主が私一人一人語りかけ、また触れてくださいますから、心から感謝します。今日もあなたに期待します。愛するイエス様の皆によってお祈りします。アメン。それではご起立くださって聖詠を賛美してまいりましょう。使徒信条、我々は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を挙げ、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より生きたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。本日は5週目ですので、実会ともに朗読していきたいと思います。実会、あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。あなたはあなたの神主の御名を皆に唱えてはならない。安息日を覚え、これを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アメン。皆さん、今日、このところ集まれて、また、ライブ配信で今、ライブでですね、礼拝されている方々、一人一人の上に、主の恵みが注がれていることを信じますか？そして今も生きておられる主の恵みが私の上にあるんです。今日ですね、イースターの、復活の、復活祭のですね、曲をですね、持っていざ人よ、よみがえられたイエス様をですね、心から褒めたてていきたいと思います。復活された主は今も力を持っておられて、私たち一人一人にかかってくださる方です。私たち一人一人に力を注ぎ、そして慰め、休ませてくださる方なんです。ですから私たちはこの主の身元に行く、主の御前に生きる私たちでありたいと思います。喜びながらですね、このいざ人よ賛美していきましょう。勝利の主。
がえりし勝利の日3番命の主栄えの主主に従おう我らにも主のこの国かたしめよういざ人よ褒めまつれよみがえりしもう一度3番命の主命の主栄えの主たたえ歌はいざたちて主にしたの我らにも主のこと締めよういざ人よ褒めまつれよみがえりし勝利の主いざ人よいざ人よ褒めまつれそれよみがかけられ
が打ち、おられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう。私は願う、あなたの御そばで永遠に生きること、永遠に永遠に永遠にあなたと口は歌い続ける、あなたの愛を永遠に永遠に永遠にあなたと生きる、この口は歌い続ける、あなたの愛を永遠に永遠に永遠にあなたと生きる、この口は歌い続ける、この愛を、この口は、この口は歌い続ける、あなたの愛を、この口は、この口は歌い続ける、あなたの愛を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 、愛する主よ、あなたの御名を称えます。主は今も私たちにそばにいてくださり、また私たちと生きてくださるお方ですから、共に住んでくださるお方ですから、心から感謝します。今もその主が私たちと共にいてくださいますから、心から感謝します。今日もあなたを褒めたたえます。あなたのその大きな愛、示された愛ゆえに私たちはあなたを見上げ、あなたを賛美します。どうぞ私たちのこの唇の果実をお受け取りください。私たちは絶えず神に感謝を捧げ、この唇の果実をあなたにお捧げします。今日もあなたが菅先生を通して語られるこのメッセージの中で、御言葉によって私たちが強められ、命を受け、力を受け、そして励まし慰めを受けますから、心から感謝します。今日もあなたに期待します。この祈り感謝して、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アメン。愛はどこしえまで、その朝ごとに来る新しい
しいあなたの誠は力強い。主の愛はとこしえまで、その恵みは月中朝ごとに来る新しいあなたの誠は力強い。主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しいあなたの朝ごとに来る、朝ごとに来る新しいあなたの誠は力強い。アカペラで、朝ごとに来る新しいあなたの誠は力強い。女性だけで、女性だけで、朝ごとに来る新しいあなたの男性だけで、朝ごとに来る新しいあなたの誠は力強い。全員で、朝ごとに来る天のお父様、御子イエス様、聖霊なる神様、おはようございます。今日の良き日を心から感謝をいたします。天のお父様の永遠に変わらぬご愛、御子イエス様の愛の十字架の犠牲の恵み、そして聖霊様の親しい交わりをありがとうございます。聖霊様、今日も心からお迎えし歓迎し、私の心の王座に今日もお座りください。私の自我と肉をすべて聖霊様に明け渡します。聖霊様、今週もご一緒に考え計画し判断し決断し行動し、イエスキリストの栄光を表してまいりましょう。もし大切なことで間違った判断決断行動しようとしていたら、教え示し、あるいはストップをかけてください。聖霊様、今日もご一緒に神の御子主イエスキリストと愛する御子を、私たちの罪の許しのために十字架におかけになるために惜しむことなく、天の御座からお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝、すべての生き物を力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。アーメン。おはようございます。こうして3月も最後の聖日を迎えています。全国の多くの教会で、自粛されて、このネット
による礼拝をされている教会もたくさん、まあ、あるんですけども、私たちこうして、まあ、集まれる方は集まってということで、共に第2第3の合同礼拝ができていることを主に感謝をいたします。で、このコロナの、ね、問題が、まあ、いろいろと私たちの身近な問題になってきまして、最初は12月頃は遠い中国の武漢という町で、ね、起こっているということでニュースで、まあ、対岸の火事のような感じでそのニュースを大変なことになっているなというですね、武漢の都市閉鎖とかそういうことを聞きながら、しかし、まあ、やがて少なからず日本にも影響があるんじゃないかということは予測はされていましたけれども、まあ、こんな形でですね、私たちの生活の基盤さえも揺るがされかねないようなですね、状況にまで追い込まれつつあります。特に航空会とか飛行機の会社とかですね、あるいはホテルとか、あるいは観光業とか観光地とかですね、そのような外食関係とかそのようなところに自粛が広がっていますので、皆さんがそれぞれお家にとどまってですね、消費をする機会がどんどん減っておりまして、あるところでは8割減とかね、あるいは9割減とかですね、そのような生活の基盤さえもですね、脅かされているような状況ですけども、それぞれの上に主のですね、守りとそして支えがありますようにですね、祝福をお祈りしたいと思います。天のお父様、心を合わせてお祈りします。こうしてコロナウイルスの拡大、また神様クラスター、あるいはオーバーシュート、神様もうすでにパンデミックは宣言されておりますけれども、この日本も神様さまざまな形でこの問題が対岸の問題じゃなくて私たちの身近な本当に問題になっておりますけれども、主よ、どうぞ一人一人が守られますように、支援の23編にありますように、たとえ死の影の谷に歩くことがあっても私は災い恐れません、あなたが私と共におられますから。またすべての疫病があなたを襲うことがないともありますけれども、主どうぞ私たちがこのコロナウイルスから守られると同時に、この日本の多くの方々、また世界中でイタリアとかアメリカとかフランスとか、神様、中国もそうですけれども、多くの国々で、韓国もそうですけれども、神様、大きな影響を受けております。どうぞこのウイルスのこの感染拡大をイエス・キリストの御名によって、全能の神の御名によって、その拡大を阻止します、その拡大を封印します。同時にあなたはすべての創造主であられる方です。神様、どうぞイエスの名によってこの新型のコロナウイルスの死滅を命じます。コロナウイルスの死滅を命じます。多くの人々が本当に抗体ができて、そして神様、この病のために死に至ることがないように一人一人を守ってください。特に神様、基礎的な疾患を持っておられる方々、あるいは高齢の方々がかかると神様、致死率が極めて高くなるというようなデータもありますけれども、どうぞ一人一人が本当に守られますように、感染から守られますように、また私たちが感染の源となることがないように、一人一人を守り強め祝福してください。あなたのご加護を祈ります。どうぞ覚えてください。主イエスキリストの御名によって、このことによって経済的な何か、神様、厳しい状況の中に置かれている方がおられるでしょうか。主よ、どうぞその方々の上にあなたの守りがありますように、経済的に支えられていきますようにと、主イエスキリストの御名によって、その家族の安全とともに全ての祝福をお願いし、イエスの御名によってこのお祈りを天のお父様にお捧げいたします。アーメン。今日はですね、タンバリンも予定しておったんですけども、タンバリンの方々もちょっと今日は演舞を自粛しましょうということで、タンバリンが抜けました。で、あとフラと、このあとヒップホップダンスですね。そして特別に粟田海さんの臨時の、このコロナウイルスが広がっているこの時期に合わせた賛美をですね、準備をしておりますので、どうぞフラの方々よろしくお願いいたします。ウェリナ・リノです。愛を運ぶという意味です。As you are.
じゃないかと思うんですけども、ゴスペルフラのメンバーも募集していますということでございますので、足腰の立つ方は OK だと思います。よろしく。年齢 不問だと思いますね。よろしくお願いいたします。この後、ね、あのヒップホップがあるんですけども、 そしてヒップホップの後、今日、ね、お一人の方がいつも第5週目に転入祝福式をしてるんですけども、お一人の方が転入祝福式があります。このヒップホップの後にですね、やりたいなと思っています。それではですね、ヒップホップの演舞よろしくお願いいたします。Yeah, in the name of Jesus. Yes, Lord. No weapon formed against me shall prosper. Preach. And every tongue that rises against me in judgment, thou shalt condemn. Lord, give me a sign. For this is the heritage of the servants of the Lord. Preach. And that righteousness is of me, saith the Lord. Preach. Amen. Lord, give me a sign. I really need to talk to you, Lord. Since the last time we talked, the walk has been hard. Now I know you haven't left me, but I feel like I'm alone. I'm a big boy now, but I'm still not grown. And I'm still going through it. Pain and the hurt. Soaking up trouble like rain in the dirt. And I know only I can stop the rain with just a mention of my Savior's name. In the name of Jesus. Devil, I rebuke you for what I go through and trying to make me do what I used to. But all that stops right here. As long as the Lord's in my life, I will have no fear. I will know no pain from the light to the dark. I will show no shame, spit it right from the heart. Cause it's right from the start. You held me down and ain't nothing they can tell me now. Lord, give me a sign. Let me know what's on your mind. Let me know what I'm gonna find. It's all in time. Show me how to teach the mind. Show me how to reach the blind. Lord, give me a sign. Show me what I got to do to bring me closer to you. Cause I'ma go through whatever you want me to. Just let me know what to do. Lord, give me a sign. Woo! No weapon formed against me shall prosper. このパターンは変わらないとは思うんですけども、で今からもう一つね、今日は先ほど申し上げましたように、
今日は山田慎一郎さんの天理祝福誌がありますので、ちょっとね立っていただいてですね、皆さんに顔を見せていただいて、たるみの方からお見えなんですけども、祝福します。天の父様、こうして第5週目に神様、私たちはしばらくの間見合いをして、そしてお互いにこの教会で神様信仰を持っていきましょうということで、受け入れ、また受け入れられていくんですけども、神様この時をありがとうございます。山田信二郎兄弟がもうすでに忠実に本当に毎週のごとにここに来ておられて、すでに洗礼を受けておられるんですけども、事情があってこの教会にずっと見えておられます。そうした気持ちも固まって、私たちと一緒にこの神戸キリスト栄光教会のこのファミリーの中で、この胸の中で共に主を礼拝し、また成長していきたいと願っていらっしゃいます。どうぞ山田信二郎兄弟のこれからの歩みをイエスキリストの御名によって、その信仰の祝福を宣言いたします。聖霊に満たされ、またキリストの愛と、また力と恵みと、そして感謝と、神様あなたの幸いに満ち溢れて信仰生活が祝福されていきますように、健康のこと、また安全のこと、経済的な基盤のこと、また兄弟を通してでなければキリストにお出会いできない方々も多くいらっしゃると思います。どうぞ兄弟のこれからのすべての歩みと、そしてイエスキリストの御名によって兄弟が用いられていきますように、聖霊に満たされていきますように、神様祝福をお祈りいたします。圧倒的な勝利と祝福を宣言し、イエスキリストの御名によってこのお祈りを天のお父様にお捧げいたします。アメン。よろしくお願いします。ですね、少し、お知らせもあるんでしょうか。カエさんがね、ちょっと今ダンスした後なんで、着替えたり、息を切らしていらっしゃいますので、少し、落ち着いた形で賛美をしてほしいなと思っています。で、1対1の弟子養育訓練も今年もスタートする時期になっています。今2人男性ばかりですけども、2人の方が1対1の養育を受けたいということですね。これも11年目ぐらいに入ってまして、日本の教会の中でこれ、おんぬりのね、信徒の成長の養育プログラムなんですけども、日本でね、ここまで続けている教会は、神戸のこのところだっかなと思うんですね。高橋チョンスク牧師がすごくこのことに熱心になってくださって、そしてね、始まって今日に至って、毎年切れることがなくですね、もう100人以上の方々が1対1の養育に通して、主にね、さらに確かにね、結ばれていくことを目に見させていただいて、心から感謝をしています。あとは特にありません。ただ、例えば政府の方とか兵庫県の方で、この外出自粛をしてほしいとか、こう兵庫県ですのでね、兵庫県出てないんで、大阪は自粛とかね、あるんですけども、だから大阪から来られてる方は、電話がありました、先生、行きたいんだけども、ちょっとですね、ネットで恋愛させてくださいというようなことでした。ですから、兵庫県ですので、まだそれが出てないんで、こうして集まってるんですけども、もし兵庫県の方から、ぜひ自粛してほしいというようなことがあれば、それを大事にして、ひょっとしたら来週、ここで持てるかどうか、わからないような非常にですね、そのような、なんていうんですか、本当に判断の非常に厳しい状況にあることをお互いに分かっていると思うんですけれども、その時はネットで、このことをですね、今度は、無改宗の礼拝に来週なるやもしれないと分かりませんけれども、本当に先ほど言いましたように、これからもね、守られていくことを祈る以外に、私たちの手ではないんですけれども、ただこの後ですね、この国の癒しという賛美をあなたは甲斐さんに歌っていただくんですけども、これは非常に今のこの時期にふさわしい、この国の悔い改め、私たちのこの民族、民族って言葉大きいですけども、神様に対して不信仰、不従順、そのような罪を悔い改める歌なんですね。で、このコロナウイルスは世界的な今大問題になってますけども、この世界的なこの災厄とか世界的な災難というのは、
世界規模のものは神様からの何らかのメッセージだと解釈できるんですね。その最たるものがノアの大洪水ですね。ノアの大洪水はノアの家族8人以外は全て大水によって滅ぼされたことが人類にあるわけですね。それは人類に対する神様の不信仰、また暴力、暴虐、そして人の道が外れていく、ね、そのような神様とは全く無縁のような生活する人たちがたくさんこの地球に、ね、蔓延して、そのために神様が大洪水でもってノアの一族だけを助けてですね、他の方々は亡くなってしまったと有名なありますけれども、それも人類の罪に対する神様からの一つの大きな警告のメッセージであったわけですね。で、聖書をもっと他のところに読んでいきますと、ダビデの問題がありますね。ダビデが晩年ですね、この将軍ヨアブに対して国勢調査をするよというようなお触れを出すんですね。国の人口調査しなさいと。その目的は何かというと、自分の国がどれほど力を持っているかという、その数を誇るためにダビデはそのことを命じるんですね。で、将軍ヨアブはもうそんなことをやめなさいと、王様それだけでもやめた方がいいんじゃないですかと言うんですけど、ダビデを押し切ってですね、数を改造させると、まあ、国の人口が男性だけで80万ぐらいですかね、あったということだったんですけれども、神様はそのことに対してすごく怒りを発せられるんですね。それはなぜ怒りを発せられたかというと、ダビデは神の恵みによってね、王様になった。ところが数を数えることによって自分の権勢を誇ろうとした、自分の高慢にそれつながっていったわけですね。そのことに対して神様はダビデに対してペナルティを与えるんですけれども、その3つの中から選べということで3つ言われましたね。 7年間の飢饉がイスラエルに襲うのがいいか、3ヶ月の間あなたは敵に追われてそして逃げ惑うのがいいのか、3日間疫病でこの国が襲われるのがどっちがいいかということで、ダビデは3番目の7日間ですね、この3日間ですね、この疫病をちょっと確認してください。ちょっと頭の中で混乱してるけど、第2サムエルの24章あたりです、3日間の疫病だよね確かね、はい、3日間合ってます？ちょっと私間違ったらごめんなさい。でというのはこれ全国流れてるからね、菅原牧師絵描けのこと言うんだって言われても第2サムエルの24章で最後のところですね。とにかく疫病なんですね、3日。そして皆さん7万人が死ぬイスラエルね、それでまあ疫病終わるんですけども、その時にですね、最悪終わるんですけども、その時にダビデが悔い改めるんですね。死ぬ前に礼を捧げてね、それで自分の愚かさを悔い改めて行くんですけども、皆さんね、この地球規模の最悪っていうのは神様からの一つのメッセージなんですね。でダビデの時はダビデの傲慢ね、そしてこのノアの時代はやはりですね、本当に地球上全体が罪に溺れていた3日間だっていますね、はい、でそういうことですね。ですからこのコロナの問題も私分かりません、これ私自身個人の解釈で終わるかも分かりませんけれども、何かやっぱり神様の人類に対するメッセージ、つまり今の人類は何が起こっているかというと経済至上主義です。経済が大事なことは私もとっても理解できるし、お金はとっても皆さん大事ですよね。私は神様を信じてるからお金なんて考えない、そうと思ってません。お金はとっても大事だと思ってますね。だけどもそのお金は大事なんだけども、経済大事なんだけども、この世界全体がもう経済第一ですね。国のリーダーもですね、国のリーダーが安泰するために、長く政権を維持するために最大のものは経済が安定することです。国が経済に発展することが、その主権者が、為政者が長くおれる最大の条件になっていますけれども、それにですね、あるように、私たち、この地球上全体が神様のことよりも経済、何も、あるいは人間中心の、まあ、科学も大事なんですけれども、科学の恩恵も受けてますけれども、神様よりも人間の判断のデータとなる
科学あるいは経済ですね、そのようにして神様のことが第一じゃなくって、ですね、第2第3第4第5、ですね、日本においてはもうそのランキングにも神様の存在が入らないほどですね、日本では神様に対する畏敬の念がもう低いところにしかないんですけども、そのような人間に対する一つの傲慢に対して神様がこのコロナを用いているというふうにも解釈できないわけではないです。絶対そういう解釈で言い切ったりしませんけども、私たちが本当に主の前に、まあ、それぞれみんな自粛されて家に帰る、そしたらどうですか、夜のですね、そのような愚かしい遊びをするようなこともみんな控えていくでしょう。必然的にですね、以前と違うような快楽とか享楽を求めて街にうごめく人たちも全部家にですね、収まっていくような状況ですよね。ですからそのようなことを通して神様はもう一度私たちに対して神様のことをですね、深く思い返す一つのきっかけとしてこのようなことがあるのかもしれないなというふうには思っているんですね。そしてこのコロナの回復もですね、そのキーワードは何かというと、私たちが主の前に悔い改めること。で、私たちクリスチャンはそのことを知っています。世の中の人々は聖書を知りませんから悔い改める作業は分からないです。神の悔い改めを知らない。でも私たちクリスチャンは、日本では数が少ないんですけれども、私たちは神の前に、神様を知らない人も含めて代表して悔い改めることの大切さを私たちは知っていますね。ちょうどネヘミヤがそうしたように、あるいはダニエルがそうしたように、このネヘミヤもダニエルも民族を代表して自分たちの不信仰を主の前に悔い改めて、そしてやがて70年の補修が終わっていく記事がありますけれども、皆さん、私たちはそういう意味において今日粟田さんの解散の歌を聞きながらですね、本当に主の前に私たちは悔い改めることが大事なんだなということをですね、改めて見ていきたいなと思っています。それでは粟田解散よろしく。伴奏は坂本恵美さんです。Thank you.
この賛美なんですけど、あたさんに代表して歌っていただいたんですけど、やはり私たちも一緒にですね、このそういう悔い改めの気持ちを込めながら、私たちもちょっと難しい歌なんですけども、歌える方一緒にですね、監修の皆様と賛美していきたいなとちょっと感じましたので、あたさんに引っ張っていただきながらですね、通してお願いします。ご一緒に賛美します。頭からいきました。主よ主よ主よ、今この国に、主よ主よ主よ、癒しの御手を伸ばしてください。私の罪を許してください。主よ来てください。主よ伸ばしてください。主よ主よ主よ、癒しの御手を伸ばしてください。ありがとうございます。また青田さんには来週ですね、復活祭の時に賛美をしていただくことになっています。それでは早速聖書の言葉に心を寄せていきたいと思います。ね、綺麗な賛美ですね。綺麗っていうか、本当に私たちのね、悔い改めの心を捧げるのにいいなという曲ですね。感謝します。
今日はあの聖霊様との交わりの、ね、パート10ということで、1月からずっとあの今まで30年近く1週2週3週4週テーマを決めて大きなメインテーマを決めてずっとやってたんですけど、今年なぜかもう1月の最初から聖霊について徹底して語りなさいというのを強く聞きましてね。で今30年間のスタイルを全部崩したでしょ。そしてずっとやってるんですけども、これ本当に主の導きあったなって私思うんですね。コロナの問題ここまで私大きくなるなんて全く予想もしてませんでしたからね。だけども本当に来週の礼拝がこんな形で持てるかどうか定かではないというところまでね、日本のこの経済活動から人の移動からね、すべて追い込まれているような状況の中にあって、この私たちはあの共に集まれなくても御言葉があるし、そして聖霊様が共におられるということを私たちはこの10週間ですね、徹底してこのことを学ぶことができてよかったなと思っています。で来週は今年の復活祭ですし、このペースからいくと4月いっぱいまでは聖霊様についてもう少し私たちはつぶさに見ていきたいと今示されていますね。そしてこの語ったこと全部一冊の、まあ、太い本じゃないですけども、そこそこの本にしてですね、そしてあの皆様にお分かち無料でですね、お分かちできたらいいなとは思っています。皆様には無料で、そうでない方にはちょっと値段をつけてですね、本にしてですね、みんなにね見てほしいなと思ってるんですけども、であの聖霊様のねことについては今日はね今から、まあ、30分ぐらいでメッセージ終わりたいと思います。12時10分までには終わりたいと思うんですけど、メッセージはね、であのここに書いてある通りですね、今日要約が書いてますけども、まあ、1番目ですね、御霊によって私たちは内なる人が強められてね、アーメンですね、私たち御霊によってあなた方の内なる人が強められますように。内なる私たち、要は皆さん、私たちは内なる人が強められたらいいんですよね。人の言葉は気になる、あの人の言ったことがもういろいろ、いろいろ私たちは人の言葉によって皆さん影響くるでしょ。心をね揺さぶられますよね、引き下げられますね、そして引き下ろされますね。私たちは自分さえ強くなったら人があなたのことを何言うか分からないですよ。それはそうでしょ。私のことをみんなどう言ってるか知らないもん。いいこと言ってると思いますけども、じゃあ全員がそうとは分かりませんよね、やっぱりね、菅原僕に対する批判のこともないこともないと思います。もうそれはしょうがないです皆さん。ということは私はもちろん批判に対して謙虚にならないといけないんですけども、そのこと一つ一つに私たちが直すべきは直さないといけないんですけども、皆さん傷ついたとかね、あの人の言われたとかって言って私たちは内側が強くなかったら人の言葉に翻弄されるじゃないですか。アメン。私たちは問題はあなたが強くなることです。隣の人に言いましょう、あなたが強くなることやって、あなたが強くなることです。それはね、御霊によって、アメン、御霊によって、神の力によってあなた方の内なる人が強くされます。ハレルヤ。だから私たちは訓練や鍛錬もいいですよ。 だけども私たちを決定的に変えるのは聖霊様だと。アメン。聖霊によって私たちは内なる人が強められていきますね。そしてあなたは今まで人のことが気になってその言葉に翻弄されていったその人生がそういうことがなくなりつつあることを覚えて主にね喜びたいですね。アメン。このこと私大好きですね。また聖霊によってキリストの姿に変えられていきます。アメン。それは御霊なる主の働きによって私たちはキリストの姿に変えられていく、変えられていく、言いましょう。はい、変えられていく、変えられるんです、られるんです、られるんですよ、ね、変えていきなさいって言ったら頑張りましょう、皆さん変えていきましょう、皆さんそういうのは変えられていく。アメン。その秘訣を私たちは聖霊様に自分の自我と肉を明け渡すことが秘訣ですね。アメン。今日も言いましょう、聖霊様、私の心の座にお座りください。私の自我と肉と弱さを明け渡します。アーメン。その他皆さん言うことですよ、言うんですよ、言わないといけない、いけませんね、はい、告白です。そして私たちは御霊によって困難を乗り越えていきますね。これは権勢のやらず、能力のやらず、神の霊によってゼルバベルの前にある大きな山を何時平地となるべし。アーメン、ね、そのにして、ゼルバベルは国家再建のための国家のリーダーでした、ね、そして彼には多くの困難がありました。その時に神様は預言者ゼカリアを使わせてこの言葉を言わしめたんですね。これは権勢のやらず、能力のやらず、
ね、神の霊によってゼルバベルよ、前の前にある大きな雨を何時日差しとなれ、ハレルヤ、ね、国のリーダーに対して励ましを与えた予言の言葉ですけれども、この言葉は私たち個人にも主が語っておられるとそう信じます。あなたのそれぞれ人生違いますけれども、あなたの前にある小さな山、大きな山、皆さんいろいろあるでしょう、障害あるでしょう。でもその障害は形勢によらず、言いましょう、形勢によらず、能力によらず、神の霊によって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 、私の前にある困難の山よ、ひらしとなるべし。アメン、アメン。私たちは神を御霊によって教えが守られますよ。石の心を取り除いて肉の柔らかい心を与えるよ。そしてそれが聖霊によってあなた方は私の掟を守ることができるようになりますよ。このようにですね、言われました。さあ次、5番目ですね。御霊の力によって私たちは活性化されます。私たちは聖霊によって信仰が蘇ってきます。聖霊によって私たちはですね、このなんて言うんでしょうかね、本当にあの信仰も妥協でしてしまうことが結構あるんですね。あ、今日日曜日や、あ、今日ネットは9時、あ、またそうか、教会また行かなかった、菅原牧師から電話かかって、そう、まあ、まあ今日行こうかって、そうじゃなくって皆さんね、信仰は生き生きとしないといけないでしょ。習慣で、まあいい習慣いいんですけども、私たちはこの信仰が生き生きとする秘訣は聖霊によって、アメン、聖霊によって私たちの信仰は活性化されていきます。生き生きとされていきます。あなたを生き生きとさせ、大胆にさせるのは聖霊様です。アメン、ね、神の言葉は私たちは正しく歩むようにレールのようなものです。皆さんいいですか、神のことはレールなんですよ。そこ、まあ、その上行く、皆さん、でもそのレールを乗ってて、皆さん前進しなかったら意味がないでしょ。レールがないとめちゃくちゃのところ行くね。私たちは神の言葉がレールで、私たちは御霊によって前進させられていきます。アメン。聖霊による平安ですね。アメン、ね、でローマ人の中にね、御霊による思いは命と平安です。言いましょう、御霊による思いは命と平安です。アーメンですね。私たちはイエス様が言いましたね、私が与える平安は世の中ともっと違うよ。それはなぜかというと、御霊から来る平安なんですね。問題ある、いろいろ状況あるだけでも、何か心に平安がある。皆さん、ね、平安は主から来ますからね。アーメン。平安は上から来ますから。私たちの問題はいつも私たちのこの、ね、目線のレベルであるわけですね。世の中のさまざまな問題ね。だけども平安は主から来ますからね。皆さん、信仰が祝福ですね。私たちはノアが天窓を見つめてですね、そしてあの40日間の大雨の後ですね、彼は天窓だけを見つめて、彼は暮らしていました。私たちもいつも問題がありますけど、人生の大洪水ありますけれども、そのですね、天窓を見つめて、雨上を見つめて、私たちは生きなさいますように祝福をお祈りいたします。皆さん、答えは上から来ます。言いましょう、答えは主から来る。アーメン。人間から来る答えもありますけれども、時には間違いもあるじゃないですか、人間だからね。だけど皆さん、私たちは主を見上げてね、天窓を見上げて、アーメン。ノアの箱舟は天窓一つしかなかったんです。横に、ですね、この眺める窓ないです。天窓一つしかないですよ。私たちもその日もですね、こんな中にあっても上だけを見上げていきたいなと思いますね。さあ、そしてね、イエス様の、ね、臨在は聖霊の臨在ですね。2人または3人が私の名によって集まる、そのところに私はいるのです。アメン、ね、皆さん、イエス様どこにいるんですか。見えないじゃないですか。だけども聖霊様としてこのところにイエス様は臨在しておられます。聖霊の臨在はイエス様の臨在です。イエス様の臨在は天のお父様の臨在でもあられます。2人または3人が主の名によって集まる、そのところに私もいるのですね。2人っていうのはね、最低の一番最初のですね、このグループですよね。そこに主はおられますよね。本当に感謝ですね。全能の主がとのものにおられます。で、聖霊を汚してなりませんよっていうことですね。聖霊様を冒涜してならない。私を悪く言う者は許されるよ。でも聖霊のことを悪く言ってならないよ。聖霊様を口で汚してならないよ。
冒涜してならない。要するに私たちの口で聖霊様について冒涜したり怪我したりすることは私たちそのと言うこともできませんけども、それをしたらダメですよ。この世においても来たるべき世においても永遠にあなたは許されることがないよってね、最大限の警告ですね。皆さん聖書の中でいくつかの警告ありますけども、最大限の厳しい警告は聖霊を汚す者は、また冒涜する者はこの世においても来たるべき世においても許されることはないっていうね、これが最大限の警告なんですね。ユダヤの宗教家たちがイエス様が悪霊を追い出したらですね、あいつはナザレのイエスは悪霊が子分の悪霊を追い出していると言って聖霊の技を悪霊だと言ってるんですよ。その時にイエス様はそれまでだよ、それ以上言ったらあかんよ、それ以上言うと大変なことになるよ、永遠にあなた方は許されないよと言ってですね、警告の言葉を与えたその箇所での聖句ですよね。私たちはそのようなことを全くすることはないと思いますけどもね、はい、さあ次、聖霊様は私たちと争いをしないという、このところですね、ちょっとだけ見ていきたいと思います。ちょっと前ついてきますかね。イザヤの63章の10節から11節いけます？お読みします。お読みしましょう。はい。しかし彼らは逆らい、主の御霊を痛ませたの。主は、その時主の民は古のモーゼの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に彼らを海から伸ばしたかったわ。アーメン。皆さんね、ここでね、2つのメッセージあるんでね、11節の見ると下の2行目ね、その中に主の聖なる御霊を置かれた方、こうよく言うんだね、御霊を置かれた方がいるんですよ。御霊があられて存在しておられて御霊を置かれた、またもう一方がおられる。皆さんね、御霊はもちろん聖霊様ですね。新約聖書を見るとイエス様はこう言っていますね、私の名によって父のもとから使わされる聖霊はと書いてますよ。私の名によって父のもとから使わされる聖霊と書いてますけれども、そこから読み解くとですね、明らかに御霊がおられるし御霊を使わした方がおられるということが理解できるじゃないですか、ね、2つの人格でね。もう1つはこの聖霊様のことなんですけど、この10節ね、彼らは逆らい主の聖なる御霊を痛ませた。この逆らうっていうのはイスラエルの民が40年間アラノでさまよった時にモーゼを通して神様の命令を彼は逆らったでしょ。何度もね、不平不満を言って逆らったじゃないですか、ね、それは聖書は言うんですね、彼らは御霊を痛ませたんだと。主に従えないということは御霊を痛ませたんだと、ね、ところが皆さんね、皆さん御霊を痛ませたら、痛ませられた聖霊様が怒って、普通そういうことですよね。聖霊様が痛みを覚えたんだから聖霊様がその人に対して何か言えばいいわけです。いや、言うはずです。ところが聖書をよく見ると主は彼らの敵となるから、痛みを与えられたのは痛み御霊なんですよ。だけど主が彼の敵となりと書いてますよ。それは御霊を置かれた方でもあられるわけですね。ここで一つの私たちは考えることもできることは何かというと、聖霊様は絶対に私たちと争わないということです。アメン。皆さん、聖霊様はあなたと争うことはなさらないお方です。だから私たちが聖霊様を、拒否したら、聖霊様は あそうですかと言って、そしてしばらく間私たちからあなたは拒否したんだから、そしてあなたの言うとおり私はそのように距離を置きますよということです。だから逆に言うならば、私たちは積極的に肯定的に前向きに、私たちは意識的に聖霊様を歓迎するならば、聖霊様は喜んであなたと共に歩いてくださるおかずです。またむしろ聖霊様は私たちが心から意識的に歓迎することを待っておられます。聖霊様はあなたの戸口にいても立っておられます。そしてあなたが心から歓迎する言葉を主は待っておられます。だから言うんですよ、聖霊様おはようございます。言いましょう、聖霊様おはようございます。今日もよろしくお願いします。私の心の中に、心の王座に今日もお入りください、お座りください。アーメン。その言葉を聖霊様待っておられるんです。しかもそれはね、毎日私たちはそのことをする必要があります。なぜか聖霊様の人格を持ってるからね。だから私たち皆さん挨拶するときどうでしょうかね。私が例えばですね、皆さんでもいいんですけども、
皆さんね、ある時おはようございます、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 5回いいですね。先生どうされたんですか。いやいや、もう5週分やったんやって。ないよ皆さんね、5日分やった。皆さんその日その日、私たちは挨拶するんちゃいます。まとめて1ヶ月分するちゃいませんね。それと皆さん同じで、聖霊様も私たちは毎日朝起きたら、あるいは朝ねしばらくしてからでもいいんですけども、とにかく聖霊様をいつも心から歓迎する言葉を告白することはとっても大事なことです。なぜか聖霊様は交わりだから。聖霊様は交わりですから、何度も言ってますように、聖霊様この問題どうしましょうかね、言いましょう、はい、聖霊様この問題をどうしましょうかね、この問題に勝利していきましょうね、聖霊様ご一緒です。皆さん気がついたらもうすぐ行ったらいいんですよ。聖霊様ご一緒です、私いつもそのにね、気がついたらいつもすぐにね、聖霊様今日もご一緒ですよって言ってですね、皆さん聖霊様は交わりです。聖霊様交わりですね、交わりだから私たちの気持ちをそのまま聖霊様に素直にね、申し開きを申し開きというか、そのまま告白すれば聖霊様はそのことを喜んで受け止めてくださいます。アーメンね。またね、家の中もね、私たちなんぼ親しいからといって、私がね、青田さんのお家を勝手にパッと入ることないですわ。やはり家内だってピンポン鳴らして、あすがれです、あそしたら先生、よろしくってことで、入ってくださいということで、皆さんもそうでしょ。皆さんどんなに親しい人でも、皆さん、入り口でピンポン皆さん押して入りませんか。そしてそのウェルカム皆さん確認してから入りませんか。そうですよね。聖霊様ってそれと同じで、私たちはですね、本当に聖霊様に対して毎日そのことをですね、忠実にその告白の作業をすることをお勧めいたします、ね、昨日アートさんのところ入れてくれたから今日勝手にはそんなことないです。やっぱり今日は今日や、明日は明日や、ちゃんとその日その日皆さんやるでしょ。昨日入れてくれたから今日勝手に入る、そんなバカにしてみます。やっぱり毎日ですね、入っていいですかっていう許可をもらって皆さん入ってくるじゃないですか。皆さん聖霊様も同じことですよ。あなたが毎日心を開いてウェルカムすることを主は確認される方です。アーメン。皆さんこれが交わりですわ。一歩通行じゃないからね、お互いに交わるわけですね。聖霊様のね、それは優しいキャラクターっていうかね、性質なんですね、はい、で、そのことをですね、そしてですね、この争いしないね、それからね、今日はねこの10番目がね一番ポイントで、まあ、残り4時間ね、この15分ほどこれで済ましたいと思うんですけども、皆さんね、ダビデの祈りがあるんですよ。皆さん詩篇の51篇を皆さん聖書持っている方開けられると、ダビデがねバテシバのところに帰った後に読んだ歌といってね、皆さんね、ダビデがもうありえないような2つの罪を重ねていくんですね。その時にですね、彼は自分のもう人生最大のスキャンダルなんですね、そのスキャンダルを覆い隠そうとしたんですけども、預言者ナタンを神様が使わして、ダビデの罪をですね、人々の前でね、王宮の中でね、ダビデの前罪を暴くシーンがあるんですよね。これについてですね、読んでいきたいと思うんですけども、これね読むだけで10分ぐらいかかるんですけど、10分かからないかな、私頑張って読みますわ。このここに出ますか、出ます、はい、お読みしましょう。私読みます。いいですか。よくついていってくださいね。ちょっと長いです。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを放した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。つまり王様はエルサレムにとどまっていて、ヨアブ将軍が先頭に立ってアモン軍と戦っていた、ね、戦争途中だった。ある夕暮れ時、ダビデはどこから起き上がる。皆さんこのことがすでに民、自分の部下は争っているのに、ダビデ王は昼寝をしていたということです。いや、気が緩んでいたということの一つの証だろうと思うんですけども、夕暮れ時、どこから起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。
女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。聖書はっきり書くよね。その女は月のものの汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。ですからね、宗教的な儀式してて、女性のある月のものが終わった。だから妊娠しやすい時期だったろうと思うんですけども、皆さん、女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました、ね、一回の関係だったと思うんですけども、子供ができちゃった。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヨアブは皆さん、ヨアブは将軍です、ね、バテシバの主人のウリアは大将みたいなです。将軍のウリアでね、将軍ヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。そこでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデは、ヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。ちょっと猫なで声でね、いろいろ機嫌取ってんなこと言ってるわけです、はい、みんな元気かなんて言って、それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後についた。えらい機嫌取りやってんだね。もう家に帰っていいよってね、戦争中だけど帰っていいよって言うんですよ。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たちが皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ね、久しぶりだから家に帰ってね、奥様と仲良くしたいってのはこれ人情じゃないですか。だけど皆さん、ウリアが偉かったわ。部下が戦ってんのに自分だけが家に帰ってぬくぬくできないっていうわけですよ。はい、次。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いて、ウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ダビデの作戦あるわけですよ。家に帰って奥さんと仲良くしたら誰の子供かわからないってことを彼はしたかったわけ。はい、10節。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダヤも仮用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います、私は決してそのようなことをいたしません。皆さん、ウリア偉いわ。本当にいい大将だよね。はい、12節。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と誠実翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の宮で前で食べたり飲んだりさせて彼を酔わせた。皆さん分かるよね、ダビデのしたいことね。酔わせたらね、奥さんのところに帰りたいっていうそういう気持ちが起こるじゃないですかね。酔わせたんですよ。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。普通男はね、酒が入るとね、本当にこう甘くなっちゃうんですけども、本当ウリアは素晴らしいですね、家来ですね。ああ雨ね、はい、14節。朝になってダビデは、ね、ヨアブ将軍に手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は知るとき、彼が撃たれて死ぬようにせよ。皆さん、まあ、ダビデ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦ったとき、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんな町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレルクをアビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか。これ四式の出来事ですよね、
城壁のそばまで行って、ね、上から女の人が石を落としてイスラエルの英雄を殺したんですね。あなたの家来ヘテ人ウリアもすみません、そんなに城に近づいたのかと言われた。 あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい、ね、はい。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。彼は私たちよりも優勢で、私たちに向かって出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上からいてたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことでこう心配するな。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけてあげなさい。ウリアの妻はウリアが死んだ時聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ダビデの行ったことは主の御心を損なった。主がナタンを、皆さんナタンはね、これ預言者ですね、宮中にいる預言者ですね、ダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。一つのね、例え話するんですよ。ナタンがね、ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人で金持ちで、一人は貧しい人でした。飛んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいます。貧しい人は自分で飼ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やした。この例え話に対してね、怒ったですね。例えっていうかね、この話に対して怒ってです。ナタンは言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ、ね。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与え、それで少ないというのなら私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。このようにしてナタンにですね、自分の罪が暴かれていくんですね。皆さん、その時にダビデ王はやっぱり神様を知ってましたから、神様の前に自分の罪をですね、みんなの前で悔い改めるんですよ。皆さん、その悔い改めた記録が詩篇の51編ですわ。皆さん、詩篇の51編は預言者ナタンによって自分のスキャンダルを隠そうとした。だけどもそのスキャンダルが暴かれてしまった。その時にダビデはやはり神様を知ってたんですね。知らないとか関係ないとか記憶にないとか、そんなこと言わないで、彼は皆の前で自分のした愚かさを見た悔い改めに行くんですよ。皆さん、その時の詩篇が51編ですね。そして今日はその51編の中からちょっと戻っていただいてですね、ポイントだけ見て締めくくりたいなと思います。ちょっと戻っていただけますか。詩篇の51編10節からね、ご一緒に見せましょうか。3、はい。
神よ、皆さんここでね、ダビデはね、3つの例のことを言ってるんですね。もう自分はとんでもないことしたってね、部下の奥さんも取ってしまったし、その旦那さんも合法的に戦士の形で殺してしまった。もうダビデ本当にありえないことを彼やったんですね。でもそれ人々の前で自分のしたことを全部暴かれて、彼は知らんとか言わないで主の前に ね悔い改めて参ったわけですけども、皆さんね、揺るがない霊をください、新しくしてください、ね、私は本当に悪かった、神様ごめん、私新しくしてくださいね。それ御霊によって、あめですか、皆さん、霊によって私新しくしてくださいね。次2番目ね、私あなたの前から投げ捨てず、あなたの聖霊を、この問題、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。皆さん、聖霊を私から取り去らないでください。皆さん、この言葉はポイントですわ。皆さんね、ダビデはね、聖霊に満たされた人の人生と、そして満たされた後に聖霊が去った人の人生を彼はよく知ってるんです。何言った学習者のか、サウロですわ。皆さん、彼はサウロに仕え、そしてね、サウロは皆さん、イスラエルの初代の王様として君臨しました。そして殺走として、まさにイスラエルの王様として若き時はヒーローでしたでしょ、皆さん、ね、しかしこのサウロはアマレクの問題で神様に対して不従順を犯したことによって、皆さん、サウロ王様から聖霊が去っていくんですよ。その後神から悪霊がやってきて、このサウロの皆さん晩年は実に惨めな晩年だったんですね。ですからダビデはサウロの人生を見てですね、学んだんです。聖霊に満たされた時のサウロと聖霊が去ってしまった後のサウロの人生があまりにも違いすぎるし惨めなんで、そのことを学んでいたダビデは、自分も愚かな罪を犯したけれども、神様お願いします、どうぞ聖霊様だけは私から取り去らないでください。皆さん、これがダビデの本当に、ね、究極の祈りだったんですね。もし聖霊が私から去っていったら、私もあの晩年のサウロのようになってしまいます。ですから神様、どうぞ聖霊様だけは私から取り去らないでくださいと言った、これがその意味ですね。皆さん、私たちは本当に聖霊様がいつも共におられることを喜びとしようではありませんか。イエス様言いました、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。それは聖霊様が私と共に世の終わりまで共にいてくださることを覚えて、皆さん心から感謝をしていきたいですね。アーメン。ダビデはそういうことですね、本当に聖霊様が去っていくということは実に惨めなことなんだということは彼よく知ってたんですね。ですから、こんな大きな罪を犯しましたけども、愚かな罪を犯しましたけども、失敗しましたけども、どうか聖霊様だけは取り去らないでくださいって彼は涙ながらに主の前に悔い改めて祈るんですね。まあ、彼は自分の撒いたものをですね、アブシャルの問題とか様々な問題で自分撒いたものは刈り取らなければなりませんでしたけれども、彼は王としてそのままですね、君臨することができて、このバテシバとの間にできた2番目の子供がやがてソロモン王としてですね、3代目の王としてですね、イスラエルに君臨して、行くんですけども、皆さん、私たちは聖霊様が共におられることはなんと幸いでしょうか。私たちはいつも聖霊様と共にですね、歩むことのできるこの特権を感謝したいなと思います。お祈りします。天の父様、ありがとうございます。今日もこうして聖霊を私から取り去らないでくださいというあのダビデのシーンを通して、私たちは聖霊様が共におられることの素晴らしさを私たちは知っています。聖霊様はいつも共にいてくださって、私たちを強めてくださいます。平安をくださいます。力をくださいます。愛をくださいます。喜びをくださいます。そして神様、希望をくださいます。神様、また記憶していただきます。キリストの似姿に変えられていきますから、ありがとうございます。私たちはキリストの花嫁としてふさわしく、私たちは聖霊様によって汚れなく、また傷のない花嫁として、私たちは聖霊様によって整えられていくことも心から感謝いたします。お一人一人がいつも本当に聖霊様と共に歩むことができるように、御霊によって生きるなら御霊に導かれて歩もうではありませんか。
本当に聖霊様が共におられることを心から感謝いたします。このところがいつも神の御霊によって覆われていきますように、一人一人にいつも聖霊様が伴ってくださる約束を信じます。感謝いたします。心から感謝します。主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは聖霊の満たしと癒しのためにお祈りをしたいと思います。お立ち上がりください。天のお父様、今日も一人一人が聖霊に満ちられることを祈ります。イエス様の名によって聖霊様が使わされることを覚えてありがとうございます。イエスキリストの御名によって聖霊を受けよ、イエスの名によって聖霊を受けよ、油注がれ、喜んで主に仕え、旧霊の重荷が与えられ、家族の救い、友の救い、同胞の救いのために用いられていきますように。力強さが与えられ、御霊の愛、御霊の力、御霊の希望、御霊の喜び、御霊の平安、御霊の清さに満ちて用いられていきますように。手を置いたら病人癒されて、家族の救い、友の救い、同胞の救いのためにますます用いられていくことをもう一度祝福を宣言いたします。悲観的な、否定的な、不信感の思い、つぶやき出ていけ。いつも前向きで肯定的で感謝と信仰、そして予言的な言葉が口から告白され、そしてその告白通り実現しますように、イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。またこの礼拝のこの中継を見ておられる Facebook あるいは YouTube 全ての方々の家にも聖霊の満たしを宣言いたします。新しい人に変えられていきますように、新しい人に変えられていきますように、全能の神の御名によって祝福をお祈りいたします。続いて癒しを祈ります。私は主であり、あなたを癒す神、御言葉で私は癒しの、ハレルヤメ、あなたは我が神、私を癒す神、御言葉で傷を癒す、あなたは私は主であって、あなた方を癒すものである。イエスキリストの打たれた傷によってあなた方は今日癒しを受けたのです。信仰による祈りは病む人を回復させます。病人に手を置けば病人癒されます。あなたのお言葉に勇気と信仰いただいて、私たちは癒しを宣言します。癒されるのは主ご自身、癒しを宣言するのは私たちです。イエスの権威と力を帯びて癒しを宣言します。一人一人を癒してください。治療中の方癒されますように、入院中の方々何人かいらっしゃいます、癒されますように、がんから癒されますように、コロナウイルスの感染から守られ、コロナウイルスでよって神様、今発症されている方々が癒されますように、感染から守られるとともに、また発病されている方の上にあなたの癒しを宣言いたします。イエスキリストの御名によって癒されたり、今手を置いている箇所、治療中の箇所、基礎的なこの疾患のある方の癒しを宣言いたします。その打たれた傷によって癒されたり、骨骨、関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランス、全ての臓器に触れてください。循環器、消化器、骨格器、神経、神様触れてください。目、耳、鼻、喉、口、歯にも塩触れてください。イエスキリストの打たれた傷によって、もう一度言います、癒されたり。イエスキリストの皆の敬意によって癒されたり。神の教会に、クリスチャンたちにあなたの力が注がれますように。聖霊の御力によって、みんなが教会の中だけじゃなくって、それぞれの家庭で、またこの社会において用いられていきますように、力強い働き人として、証人として用いられていくことを宣言いたします。家計の呪い、罪の呪い、出生の呪い、忌まわしい記憶の呪い、また貧困の霊からの呪いを全部断ち切ります。
日本の方々の霊的な会合を宣言いたします。この世の支配者、偽りの君、日本の君をイエス・キリストの名の権威によって、その働きを、その欺きを、偽りを封印します。日本の人々に対する、住む全ての方々に対する解放を宣言いたします。特に皇室の方々の上にあなたの豊かな祝福と平安がありますように。天のご夫妻に御使いを送ってくださって、どうぞ天皇家、また皇室の方々が太陽神でなくって、太陽を作られた誠の創造主なる神様との信仰の契約を結ぶことができますように。どうぞ御使いを送って、主が語りかけてくださることを祈るばかりです。この日本の歴史の中で、ありえないことが、起こりえなかったことが起こりますように、神様にしかできないことがこの国に起こりますように。皇居の中に礼拝堂が建立され、皇居の中にいつもアメージングレースが流れてきますように、いつも賛美歌が流れてきますように。どうぞイエスの名によって、国家国民の平和と繁栄を祈る皇室として、全能の神によって祝福されていることを宣言いたします。感謝いたします。勝利と癒し、解放宣言し、イエス・キリストの御名によって、このお祈りを天のお父様にお捧げいたします。アーメン。主に栄光があります。それではですね、感謝の捧げ物にしたいんですけども、神様のフィールドにね、信仰の種を、経済の種をまいていきましょう。神の国のね、この地上における神の国の成長と拡大のための投資はですね、言いましたね、ノーリスク、ウルトラ、スーパー、ハイリターンであることを宣言いたします。皆さん、イエス様言いましたね、私の弟子だというので、水いっぱいを与えるものは報いから漏れることがない。水いっぱい与えれば報いが漏れることがない。皆さん、イエス様なんてすごいお方でしょうか。私たちの本当に汗水を流して本当にですね、いただいたそのお給料の中から喜んで十分の一、あるいは捧げ物される方々を主はどうして忘れることがあるでしょうか。私たちはこの地上において、また天において驚くような神様の方程式で計算があると、そのように確信しています。天に宝を宝る時を本当に心から感謝いたします。お祈りします。天のお父様の中から喜んで主の前に捧げていきます。これの捧げ物を主の栄光のために用いてください。天における報い、地における報いを感謝いたします。どうぞ神の畑に私たちは経済の種を投資します。どうぞ祝福を与えてください。神様、経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売のように特別な祝福、発展、繁栄、資金繰りが守られていきますように。染めている職場を祝福し、人間関係やストレスから守ってくださって、その職場のトップの方を豊かに豊かに祝福してください。就職活動の道が開かれ、個々の家計が守られ満たされていきますように。安倍首相をはじめ、日本の政府閣僚、公共官僚、政治家たちが本当に平安のうちに良い内政外交の政策が実行でき、そして神様、外交面において拉致問題の麗しい速やかな解決があることを祈り続けます。どうぞ拉致された方も、また待っている家族もみんな毎年年を重ねています。どうぞしよう、キム・ジョンの心を動かしてください。よろしくよろしくお願いいたします。異教徒の中から大勢の方々が主のもとに立ち返ってきますように。迫害されている教会とクリスチャンたちを守り続けてください。エルサレムと聖地イスラエルには平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者、自損事故も含め、また神様、公共の乗り物の事故の移動も含めて、家族や会社の方々も共に安全の上で守り続けてください。子どもたちも悪いものや災いや、また神様、誘惑や神様、インフルエンザや、またコロナウイルスからみんな守られていきますように。さあ聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバル、祝福に化してまいりましょう。イエス・キリストの御名によって、天のお父様にこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。
上がります、立ち上がります。主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが、見舞いにあります会社お一人お一人の上に、また世界中でさまざまな困難の中にあられる方々、コロナによって翻弄されている方々の上にも、今からとこしえまで豊かにありますように。どうぞご着席ください。案内だけね、少ししてください。お願いします。